ベルヌは欧州補給機の初号機。フランスの SF 作家ジュール・ベルヌにちなんで命名された。2008年3月9日に打ち上げられ、国際宇宙ステーションに推進剤、水、空気、ドライカーゴを輸送した。初の ATV ということで、ISS に一連のランデブーを開始する前に3週間のテストが行われた。4月3日に ISS にドッキングを行い、 4月25日には ISS の軌道を押し上げるためのリブーストが行われた。ISS に5ヶ月ドッキングした後、9月5日にドッキングを解除して、同月29日に太平洋上空で大気圏再突入を行った。初の ATV は2002年4月9日に公式にジュールベルヌと命名された。2003年1月末までに、 ほとんどの部品は組み立てられていた。これらの部品はそれぞれ異なる工場で作られた。ドッキング及び燃料供給システムはロシアの RSC エネルギアが作成し、圧部はトリノのアレーニアスパーツを、推進システムはブレーメンのイーズアストリウムが組み立てを行った。推進システムはブレーメンで圧部と結合し、その後機体は試験のためにノードウェウ種の欧州。 宇宙技術研究センターへ移された。2004年7月15日に欧州宇宙技術研究センターに到着した。アリアン OES の諸女飛行によってジュールベルヌは低軌道に投入された。発射台はフランス領ギアナのクールにあるギアナ宇宙センターのエラマイナス3が使用され、発射時刻は2008年3月9日4時3分4秒。 発射から1時間6分41秒後にロケットから機体が切り離され、続いて航行システムが起動した。2日後の3月11日に ATV の4機のメインエンジンが初めて点火した。打ち上げ段階において南アフリカ共和国のオーバーベクテストレンジはニュージーランドに展開している移動局からのテレメトリーデータを中継する役割を果たした。 ATV の推進システムが軌道上で作動した、その約2時間後、4機のパドル駆動電子装置のうち2番目が燃料と酸化剤の間に予期しない、混合圧力差を検知した。問題の装置は、ATV のスラスターを25%制御する役割を担っていた。不具合が調査されている間、エンジンの燃焼は一時的に延期された。フランスのトゥールーズにある ATV。 コントロールセンターから推進システム全体のリスタートが行われた結果、問題は解決した。欧州宇宙機関は仮に4機のスラスターのうち1機が使用できなくてもミッションは継続可能だったと報告している。自由飛行段階では、いくつかのシェル型ヒーターは予想以上に活発に作動した。しかし、熱的、電力的な状況は許容範囲だったので、ミッションには、 影響がなかった。後に ISS から行われた外観検査ではサーマルブランケットの一部が剥がれていることが確認されたデモデー2で ISS に接近する ATV。ATV 初号機ということで支障なく宇宙ステーションに接近およびドッキングできるか確認するためいくつかの実証試験が行われた。打ち上げから ATV は3週間自由飛行を行い3月13 14日の衝突防止マヌーバ試験に成功する。これは1万1ドッキングマヌーバ中にすべてのシステムが機能しなくなった時、CAM が作動して ATV がステーションから遠ざかることを保証するためのものだった。2008年3月31日に ISS に接近する ATV その後デモデーズと呼ばれる2回のドッキング実証試験が行われた。これらの試験は 宇宙ステーションとの一連のランデブルから構成され、最終試験において、ズベズダのアフトポートと実際にドッキングを果たす。ランデブルは GPS と光学センサーを使用した完全自動システムによって行われる。ATV が ISS から249メートルの距離にあるとき、最終ドッキングが光学センサーによって誘導された。ISS の宇宙飛行士は ATV が ISS から1メートルの距離になるまでのどの点でも、ドッキングを中止することができた。ISS にある ATV アプローチディスプレイ。デモデー2で、ISS から数メートルの距離にある3月29日のデモデーでは、ISS への初のランデブーが行われた。エンジンを制御する、電子システムに小さな不具合があったものの、ISS から3.5キロメートルの距離でのランデブーに、成功する。 ジュール・ベルヌは14時19分にアプローチを開始し、15時57分に S2 ホールドポイントに到達して、試験を行うために90分間そこで待機した。17時30分に ATV は離脱、マヌーバを実行するようコマンドされ、ステーションから離れた3月31日のデモデーに、では ISS に12メートルの距離まで接近し、ISS の宇宙飛行士が、 中止操作をシミュレートした。デモデーの目標はすべて達成された。4月3日14時45分32秒、ATV はズベズダのアフトポートに接触し、ドッキングシーケンスを開始した。14時55分にメカニカルキャプチャーし、その数分後に ISS にドッキングした。ISS にドッキングした状態の ATV ドッキングして、検査が行われた後、 ISS のクルーが余圧室に入って積み荷を取り出すことが可能となった。ATV の液体燃料タンクが ISS に接続され中身がステーションに移された。クルーはエアーコンポーネントを ISS の空気に直接手動で解放することができた。クルーは徐々に ATV の貨物を廃棄物と移し替えた。さらにキログラムの水とキログラムの酸素、 856kg の燃料がズベズダモジュールに移され、ジュールベルヌは ISS のリブーストに4回使用された。ジュールベルヌの生原稿が ISS のクルーに届けられた。ATV 初号機には SF 作家、ジュールベルヌの生原稿2枚と彼の著書である、地球から月へとガツ世界へ行くのフランス語版が積まれており、ISS クルーの手に無事届けられた。 2008年8月27日16時11分にデブリ回避マヌーバを実行するため、ジュールベルヌのスラスターが5分間以上噴射された。ステーションの速度が約微遅速1メートル低下し、ステーションの高度が約1.77キロメートル下げられた。このマヌーバによって、コスモス2421号の一部であるデブリとの衝突の可能性が実質上なくなった。 ATV は ISS の他の部分から孤立しているため ISS において最も静かな場所の一つとなった。そのためクルーたちは寝床として使用され、洗濯や洗髪といった衛星活動にも使用された。また、韓国のソケンはこの場所を実験スペースとして使用し、ナノテクノロジーの実験を実施した。ATV がドッキングした際は第16次長期滞在クルーが 宇宙ステーションに滞在していた。メンバーは、ステーションコマンダーのペギー・ウィットソン、フライトエンジニアのユーリ・マレンチェンコ及び、ギャレット・リーズマンの3名で、彼らは4月と5月に、第17次長期滞在クルーと交代された。17時のメンバーは、ステーションコマンダーのセルゲイ・ボルコフ、フライトエンジニアのオレグ・コノネンコ及びグレゴリー・チャマタフの3名で、 ATV がステーションを離れるときは彼ら17時クルーが滞在していた。多七島の南西上空に大気圏再突入を果たした ATV がドッキングしていた間に2機の有人宇宙船がステーションにやってきた。4月には2人の17時長期滞在メンバーと韓国の宇宙飛行関係者であるリソケンを乗せたソユーズトママイナス12が5月には STS-124 で17時、クルー1名を含む7名を乗せたディスカバリーが宇宙ステーションに到着した。ATV がドッキングしている間、欧州宇宙機関の宇宙飛行士が ISS に滞在することはなかった。2008年9月5日、ジュール・ベルヌはドッキングを解除し、ISS の 5km 下の軌道位置にマヌーバした。九月十九日の夜までこの軌道で待機し、 10時0分27秒にジュールベルヌは6分間に及ぶ最初の軌道離脱ブーストをはじめ12時58分18秒に2回目のブーストを15分間行った13時31分にジュールベルヌは高度 120km の位置で大気圏再突入しており次の12分の間には再突入による ATV の破壊処分に成功していたありがとうございます